どうも皆さん、こんにちは。ムハクです。アランウェイ続きをプレイしていきます。ラスティに話しかける。そこにいるの？それにしてもだな、あ、いないのか。さっきの話はひどすぎるぜ。お前が誰かを撃ってその死体が消えちまったって。また寝てないんだろ。いや、薬か、それとも酒か。まさか。いいか、バリ。丸一週間だぞ。アリスがさらわれ、俺はその記手の憶を。話が人にどう聞こえるか分かってんのか。小説ならいいぞ、またまたベストセラーもんさ。けど現実と虚構がごっちゃになっちまったら間違いなく病院行きだぜ。待っててくれ。まあ、確かにな。間違いないわな。コーヒーがあるのは私は見えていた。コーヒーポットゲット。ここ厨房か。外にいる人が、そうか。ワンコ撫でてる。よしよし、もうちょっとだぞ。やあ、ラッシー、キャビンを借りたいんだが。ああ、ウェイクさん、すみません、今ちょっと手が塞がってまして。ですから申し込み用紙を取ってきてもらえませんか。マンモスの向かいです。マンモスの向かい。ああ、わかった。客を使う従業員。マジで誘拐犯に会うつもりか。そいつは絶対まずいぞ。警察に任せろよ。アリスは俺の妻だ。俺が決める。いいから待っててくれ。ダメだ。いいか、よく聞け。お前は頭を打ったんだ。なあ、アラン、落ち着けって。どう考えたってまともじゃないだろう。これがドッキリなら見事に引っかかったよ。最高だ。ははー、大笑いだ。すげえよ。マジでビビったから、もう勘弁してくれ。まあ、普通は信用できないよな。あ、こっちから行けるか。これかな？これだ。名称。署名だ。名称ってなんだ。署名した。これを、渡す。ほらよ。ほこれでいいのかな。では鍵を。これで手続きは完了です。お迎えできて光栄です。あとラバーズ峠への道を聞きたいんだが。ええ、もちろん。遊歩道の終点です。道なりに行けば迷いっこありません。楽なコースですし、おすすめですよ。ありがたい。ワンちゃんを置もけしる、よ置いかてきっるのたら、に、おっとっラと。ジオ塔を探してください。ラジオもう真塔？下ですよ。ああ、そうだ。森に入ったら、あ密猟者の罠に注意してあ、くださあい。れか。実は、ここのところ連絡が取れないキャンプ客が増えてましてね。はあ。何でもなきゃいいんですが、罠の件もあるんで、ちょっと心配なんです。なるほど、ありがとう。罠に引っかかったのか、闇の住人に襲われたか、まだ入ってんの信じるかのが無理な話だろう。死体が消えちまったなんてよ。まあしかもな。光を当てなきゃ弾が当たらんだあ。と？そんな話、人に聞かれたら隔離されちまうぞ。真っ白なつなぎでベッドにくくりつけられてな。まあ普通はしかそうもだそろうれヘルシーなな。錠剤だ。あら、ヘルそシーれでなの錠話を剤。鼻で笑ってたらお前だろう。うさんくさ。まあバリーが言ってることは間違いないよな。やばすぎるって。なあ、アラン、警察に行こう。もしくは FBI だ。アリスはどうなる？議論の余地はないんだ、バリー。俺はラバーズ峠に行く。一人でだ。オーケー、オーケー、わかったよ。けどな、親友としてお前が心配なんだ。俺に何が手伝える？もし俺が朝までに戻らなかったら通報してくれ。花粉か？地元の連中には用ほこ心しりろか？よ。こういう田舎町に限ってヤバい連中が多いんだ。よそ者を毛嫌いするやつらとかな。おだ。だから田舎は嫌なんだ。カビだの、漆だの、アレルゲンだらけだぜ。15%のコミッションじゃ割に合わないね。さて、まあ一人で行くわけだが、足はあるのか？自分で運転していくのか？わ、コーヒーポットゲット。バッテリー待ったね。バッテリー拾うと。
他には？そこ扉開くのかな？開かないな。こっからも出れるか。なんだこれ。コンロ？コンロというか、なんだろうこれ、バーベキューとかで使うやつかな。よくわからん。ほう。ここは俺に任せろ。頑張れよ。無事を祈ってるからな。鍵かけるぞ。ああ。武器ハンドガンしかない。ショットガンと照明どこ行った？照明、フレアか。原稿が落ちている。正気を疑う。アリスと馬が合わなかったが、アランが彼女を溺愛していることは十分承知していた。そのアリスの身に何かが起きた今、アランは銃を手に物騒なことを口走っている。まるでホラー映画の見過ぎで現実と虚構の区別がつかなくなってしまったかのように、バリーは心配でたまらなかった。まあ親友としては心配だろうけどな。アランとしては事実を言っているわけだからな。これでもしバリーがそのアリスの存在を忘れてたりとかしてたら、なんか小説の中だけの人物みたいな感じでなんか受けて取れそうなんだけどね。そういうわけでもないからな。確かに警察に話すべきだったし、ほう、無謀と言われても仕方なかったが、バリーの態度も腹に据えかねた。犯人は大胆にも保安官事務所にいる俺を脅迫してきたのだ。アリスをさらったのはそういう連中だった。まあそうだよな。小屋がある。この小屋、光がついていないが、わい！びっくりした。入ってみるか。お邪魔しまーす。なんかある？またラジオか。お待たせしました。皆さん、約束通りネルソン先生がスタジオに駆けつけてくれました。先生、ディアフェストのご予定は？予定ね。私がそんな計画的な人間に見えますか？うわ、いるじゃん。いや、実際特に予定はないんです。のんびり楽しめればいいと思ってね。今行ったぞ。ちょっと待て。どこ行った？巡回してるか？今いたよね。斧かなんか持って歩いてたな。そういうシチュエーションか？そんなに。ああ、なんだこの揺れ。やめて。俺何もしてない。揺れてる。地震か？この先に行くしかないのか。あれ、ここなんかライトついてたのに消えてるじゃん。どうなってんだこれ。ちょ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 、ここも入るか。怖いな。もう廃墟とかしてるな、ここ。開ける。わあ。おっと、カラス先輩やべえな。なんかあるかな。犯罪が現代社会の病だ。刑罰はその特効薬だ。
だが罰することのできない罪も存在する。ここナイトスプリングスで。重たい話の内容が。長そうだ、長そうなんで無視。さーて、車があるね。こ、電話使えないか。車に原稿がある。ビジターセンター内の空気は重く、ひどい悪臭が漂っていた。ラスティは咳込みながら血を吐き続け、不自然な角度に折れ曲がったその足に俺は目を奪われた。マックスが鼻を鳴らしている。発熱と恐怖で目をぎらつかせ、ラスティは息も絶え絶えにこう言った。ウェイクさんがあの原稿に書かれていた通りのことが本当に起きたんですと。なるほど。もう前からずっと言ってるけど、やっぱり原稿通りのことが起きてるってことだね。上行ってみよう。あ、上にも原稿ある。よいしょ。ローズとラスティ。ラスティの気持ちには当然気づいていたし、ローズも彼が好きだった、大好きだったと言ってもいい。これまでに知り合った誰よりも優しく、とても大事にしてくれる。だがラスティは彼女が夢見る王子様ではなく、そのことで彼女はしばしば辛い現実を思い知らされていた。彼女もまたハリウッドの魔法とは無縁なのだという現実を。ほうほうほう、これはちょっとわからんな。リボルバーの弾24発。よいしょ、降りる。うん、大丈夫か。おっと、幻影はひどく答えた。気のせいではなく。待って、やられてる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 。おい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 、ちょっと待って、どこだ。待って、こっちか、開いた。おい、大丈夫か。原稿に書かれてた通りのことが本当に起きたんです。出た。真っ暗で事務所に明かりを。ここに鍵が。わかったらしい。待ってろ、すぐ戻る。おい、大丈夫か今の。仕業であれ、まだ近くに潜んでいるはずだった。ラスティが見つけた原稿に事の成り行きが描写されていた。なるほどね。こっちか。こっち反対側、向こう側の建物かな。やべえな。もう普通、もう人間が荒らしたような。電気をつける必要があった。あとじゃないもんな。ブレーカー、こっち？でも普通、うん、でも、まあ、一応行ってみるか。あ、原稿あるわ。見落としてた。闇の存在に襲撃。センターは頑丈な作りだったが、この衝撃にはひとたまりもなかった。ラスティはぬいぐるみのようにロビーを舞い、壁に叩きつけられた。起き上がろうとして、不自然に折れ曲がった足に気づく。折れた肋骨が内臓を刺した。突然の激痛と死の恐怖にラスティは絶叫した。大丈夫か、ラスティ。死ぬんじゃないか。鍵を開けて
ブレーカー電気つけた瞬間にことが起きるみたいな感じ。原稿危機一髪というところで攻撃をかわし身を伏せた。炎が木の幹を裂く。ほう。そのまま俺は眩しい光の中によろめき出た。ほうほう。肺が破裂しそうだった。もう一歩も動けない。とどめの一撃を覚悟したが、その瞬間は訪れなかった。顔を上げると闇は静まり返っていた。光の中で俺は束の間の安全をかみしめた。ほう。一度死にかけるみたいな感じか。嫌だな、死にたくない。どこだブレーカー。この先か。開けれる。あ、リボルバーの弾あるね。バッテリーとリボルバーの弾、いいね。あ、なーん。これだった。ブレーカーは破壊されていた。これでは電気をつけようがない。もう明らかだね。やばい。もう小説の通りだ。やばい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 。いやいた。投げてきたのか。そんな危ないもん投げるんじゃありません。ほい、オッケー、閉めた。ラスティ大丈夫か。わわ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 わ、巨大な穴が開いていた。嘘だろ。餌を与えないで。玉がある。釣りをする場合は、はい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 。いやー。パークレンジャーの指示に従うこと。保安官だ。ラスティか。え、ラスティも闇になったの？闇の住人になったの？ライト。光を当てる。どういうことだ。操られたのか、操られたのか、闇の住人にされたのか。よし、やるしかないのか。高速リロード。はいはいはい、さよなら。うわー、いっぱい湧いてきたな。はい。避けられない。頭直撃したけど大丈夫か。危ない。避けた方向に。アラン強いぞ。避ける。ツースリー。待て、弾は拾う。マジか。そんなバカな。なんかあるかな、シークレット的な。これ回復は入ってるんじゃない？ないや。うわー、まさかの。闇は映るのか。はあ、待て待て、普通に考えておかしいでしょ。木を一本なぎ倒すって。光に当たる。うわ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 、ん？やばいぞ。俺の妄想なんだろ。なんてこった、なんてこった。妄想だと思いたかったが本当だったんだな。気をつけろよ。キャビンから出るなよ。絶対にドアを開けるな。いいな。なるほど、これでバリも完全に信用を信じたってわけだね。
うわ、この先なんかあるかな。ああ、なんもないね。落ちたら死ぬやつだ。光、原稿があるね。原稿を拾う。ラスティの最後の思意い。識を失う刹那、ラスティはローズを思った。若い彼女と一緒にいると自分まで若返った気分になれたし、とっくに破綻した惨めな結婚生活を忘れることができた。それでもリングを外さなかったのはローズに頼まれるのを待っていたからだ。だがその機会は今永遠に失われた。ラスティー、やったのは俺だけど。これはえぐいな。このビールは飲めないのか。チェックポイントに到着。んで、そこにアイテムがあるから、開けて拾う。下か。怖いなぁ。もう橋が崩れて落ちるっていうパターンしか思いつかないんだけどね。ラバーズ峠は遊歩道の終点だった。お。ここか、ラバーズ。何やら光ってるね。あ？なんでだ？バッテリー。あ、いるわ。囲まれた？はい！道を一箇所に。オッケー。あい！ライトで、とりあえず闇のシールド剥いでから、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。高速リロード入れての、あい、投げるんじゃない！はい！オッケー、ダブルキル。オッケー。この麦わら帽子は拾えないのか。電話が完全に使えなくなっているところがまた奴らの企み通りなんだろうな。こっちだね。崩れるな！ OK。怖いわ。まあ、そうですね。まあ、今回はこの辺で終了したいと思います。次回もご視聴よろしくお願いいたします。それでは、さよなら。